やっぱ農作物とか国産選んでるのに、なんでギターはアメリカのものを選んじゃうんだろうって、ちょっと自分でも不思議なんですよね。これあの別にカットしますけど、ぶっちゃけ店員さん側としてサーとティーズさんってどう、住み分けというか、それともどっちがいいとかあるんですか？対して、うん、トーンつまみをプルしていただく と、うん、タップが入ります。ああ、タップになるんだ、はい、オレンジドロップが入ってるんですよね、はい、でオレンジドロップが入ってるのと、あとはハイパスサーキットを、はい、組んであります、はい、でボディがホンジュラスマホガニのネックもホンジュラスマホガニですね、はい、ボディは、ホローチャンバーが入ってまして、はい、そうですね、そこは完全に抜いてあります、はい、指板がこちらエボニーですね。エボニーで、ウエットがちょうど3キロ、うん、軽いですよね、はい、軽いですね、地元特権で、はい、このティーズさんの木材倉庫の 4A のフレームメイプルの山の中から、はい、一番いいやつを選び出して、ほぼほぼ 5A に近いやつをこう選定ができるっていうのがやっぱ地元特権ですよね。ショップオーダーで、ショップオーダーで、あー、そういうメリットもあるんですね。そうですねちょいっと行ってきて選んでる感じですね、はい、おー、それはここじゃなきゃできないですもんね、なかなかね、うん、でこれ39万9300円、はい、あ、39万、はい、ちょっと前にお題入れたギターなので、うん、もろもろ材が値上がりしたとか、うん、円安が非常に厳しくなったとかっていうのを反映されてないものなので、あ、ティーズさんって、はい、サーとかトムアンの流れをちょっと受けてるんですか？もろぶつかりますね。サー狙いのお客さんとかトムアン狙いのお客さんともろぶつかりますし、はい、むしろ今、円安がえげつないので、はい、サーの値段ってかなりえげつなくなってるんですか、うん、なのでサー狙いだった人が、はい、ティーズってどうなのっていうので、はい、ティーズさん
の楽器を狙いに来てるっていう、こう方向転換してる人は結構最近多いですね。あ、ここ2年3年ぐらいそういうお客さん多いですね。そうなんですか。これあの別にカットしますけど、はい、ぶっちゃけ店員さん側としてサーとティーズさんってどう住み分けというか、それともどっちがいいとかあるんですか。あとサーは、いや、いいギターだと思うんですよ、はい、サーはで、いいギターだと思うんですけど、それこそその円安の影響で、はい、値段と価値が釣り合ってない。あ、でもそれは楽器がいいとか悪いとかじゃなくて、もう為替の問題なのでもう仕方ないなって感じはしますけど、なのでその為替の影響を強く受けてない時の40万ぐらいで手出せるかなっていう時の差だったら、あれはあれですごくいいギターだなと思ったんですけど、じゃあ今あと為替の影響を受けて60万80万になっているってなると、じゃあどっちで出そうかなってなると、やっぱりティーズさんの手出しますよね。そうですね。そのアメリカのギターはアメリカのギターで、こうなんて言うんでしょう、独特なこう泥臭さっていうのもあったりするので、はい、そこが好きな人っていうのも、あの気持ちも分かりますし、はい、私もそういうことは好きですし、でティーズさんってこう結構カチッとまとめてるじゃないですか、はい、なので、やっぱ音の好みっていうところは出てくると思いますけど、うん、ただやっぱり今のこの為替の状況の中で、うん、あの輸入物のハイエンドはかなり苦戦してると思います。あのポール・リード・スミスとかもしかない、びっくりするような値段になっちゃってますからね。なるほどね。全然使ってもらっていいですよ今の使いますか。はい、使ってもらっていいですよ。いいですか。はい、いや結構 Twitter X 界隈では、まあ、SAR と PRS は人気高いじゃないですか。高いですね。そう考えた時にお金がある人はね、いいと思うんですけど、僕みたいな貧乏人はやっぱりこう値段と質をねうまく掛け合わせたいんですよね。あ、まあ、はい、やっぱりそのこのブランドが欲しいっていう、はい、まあ、ギブソンもフェンダーも含めてですけど、はい、このブランドが欲しいっていう人は多分いくら出しても、はい、あのそのブランドを手に入れるんだと思うんですよ、はい、なんですけどやっぱりその楽器の品質、まあ、弾きやすさ、音、うん、はい、まあ、ルックスっていう部分と、価格の、うん、バランスをとって楽器選ぶっていう方は、はい、うん、最近は信州さんのティーズさんはじめ信州さんのギターに、振り向いてる方はかなり増えてる傾向にあるんじゃないかな。やっぱりそうですよね、はい、単純に考えていやこっちの方がいいだろうと思っちゃうんですよ。そうですねねえ、うん、やっぱ農作物とか国産選んでるのに、はい、なんでギターはアメリカのものを選んじゃうんだろうってちょっと自分でも不思議なんですよね。まあ鮭とかもねなんでサーモンなんだろうってそうなんでみんなノルウェー産喜んで食べるっていうわけじゃない。多分国産の鮭が高いから。高いっすね。はい、国産の鮭美味しいですよね、本当は ね。で逆現象が起きてますよね。国産の方が安くなってるんですよね。そうです。今国産の方が安いです。ね、円安やら何やら。はい。喜ばしいことですよね。喜ばしいことです。そうです。ね、肉とかね、絶対なんかこう。和牛の方がね。和牛とかね、国産とか選んじゃいますもんね。いやこれもいいギターでした。軽いから体に優しい。いや軽いギターよ、ね、神ですよ。神ですね。神ですよ。また綺麗だな作りが。
結構ねこういうとこ合ってなかったりしますからね。あ、そうですね、向こうのやつは。そうですね、ボコって出てたりして。そうです、あります、あります。カスタムショップとかでも出てますからね。あ、カスタムショップでも出てますね。